AKB48 ハルピョンこと橋本アルナです。あ、頭痛いの治ったんでもう大丈夫です。ありがとう。誰にも何も言われてないけど誰にも何も言われてないけど治ったんで大丈夫です。先言っときます。ありがとう。おはよう。ということで、ちょっとメイク、かっこ薄めをしていきたいと思います。薄めって何なんだろうね。あんま分かんない。薄めって何なんだろう。まあでも今日は仕事の前に一つ用事があるので、なんならもはやそこで取れるぐらいの気持ちだから、いやそんな水に顔つけるとかじゃないですよ。でもそれぐらいの気持ちで行った方がいいかなって思うので、そう、もう逆にちゃんと普通にしていくメイクをっていうのもあり、普通にメイクして、いや薄めが分かんないんだよね、あんま、ラメをあんまり使わないとか、かな。どうなんだろう。それぐらいで、はい、出勤中遅刻しそう。遅刻しないで頑張れ。今日はビタミンも塗っていきます。やばい、ヒリヒリしそう。今日しない、全然平気だ。今日行けば4連休最高じゃん。私はもう昨日から、あでも違うんだよね、1日だけちょっと楽しみ出来事があって、それはもうみんなに今度あのご報告するので、そうちょっと待っててって感じなんだけどはい、一日だけ超絶楽しみ出来事があるので、あでも今日もあのお仕事とは別でね、そうお仕事はもう全部楽しいです、はい、でもお仕事とは別で今日も楽しいなって感じなので、今日とそのもう一日だから頑張れる。
しかも私本当に公園が大好きなんだなっていうのを気づいたし、まあね、あの本当、まあ、慣れてるからっていうのもあると思うけど、僕隊がすごく大好きなので、あのゴールデンウィークのほぼ締めくくりに僕隊5日に出れるので嬉しいです。とっても楽しみたいと思います。本当にすいません、アラームなんです。あと10分後にまた鳴ります。ビタミン塗ったばっかだからテカテカツヤツヤ。おはよう、みんなおはよう。長月さんハートありがとう。カズニーさん金ハート。ひだやまちさん金だるまありがとう。起きたの7時半ぐらい、いや7時45分かな、寝起きて。ちょっと携帯触って8時ぐらいに布団出ました。下地は何使ってますか？下地はまだ塗ってないんだけど普段はなんか混ぜてます。本当は使いたい下地があるんですよ。そう、ゆきりんさんもめっちゃおすすめの下地を持ってる、買って持ってるんですけど、なんかその私今では違うんですよ、今は全然違うんですけど、当時なんかストレス発散が物、化粧品とかそのなんかちょっといいものを買うことだったんですね。もう最悪のストレス発散法ですよね。どんどんお金がなくなる、はいもうなんですけど、本当にちょっといいものを買うこと、なんか普段は、じゃ例えば普段はなんだろう何例えがいいんだろう。まあいいや、そういう感じ、別に例えなくてもいいや。あ、まあ普段は普通のねシャンプー使ってるけど、あのちょっとやだなって思ったことがあったら、ちょっとなんか高いいいシャンプー買っちゃうみたいな私は当時それが化粧品で起こってたの、メイク道具で。めっちゃ前ですよ、これ最近の話じゃなくてね。そうだから、それで当時買ったちょっといい化粧品があって、ちょっとってかだいぶ、なんか普通はプチプラコスメだけどみたいな。でもちょっと嫌なことあった、ストレス発散したいっていう時にはデパコスコスメ買っちゃうみたいな
感じだったんですね。だからそう、だから私はその時に買った、それがそのちょっといいやつがあるじゃないですか、あるんですよ。でもなんかそのちょっといいやつがいいからこそ、なんかいつ使ったらいいんだろうっていうのを思って使えない。今のストレス発散法は何ですかね。寝ることですね、きっと。はい、寝ればなんとかなる。だからなんか橋本春菜が疲れてる時は寝かせてあげてください。寝ればケロッとなんで、本当にもうなんか疲れてそうだったらもう本当無理させずに寝かせてあげてほしい。私はあ、またアラーム鳴るの忘れて配球の試合回してるわ、やらかしてる。なんか目にそう入ってるんだけど、さっきから何、目薬さします。いいコスメあったら教えて。わかんない、私全然コスメとかわかんない。そう、なんかこの間メイクさんにメイクしてもらって、あ、わかるようになりたいなって思ったのよ。そう、そう思ったのは事実。うん、いや私はなんか分かったんです、どれだけストレス発散法を提示されても全部違う。うん、みんなカラオケで歌うことだよとか言うじゃん、全部違う。もう何も考えないことが大事だなって、私の場合はね思ったので、私はそう、もう何も考えない状況を作るっていうと、もうイコール寝る、もう寝たら考えられること考えられないじゃないですか。そう、私の場合は寝ることですってなりました。橋本さんが疲れてそうな時は寝かせてあげてください。お願いします。なので今使ってる下地はエスポワのなんかこれとキャンディードールのこれ、ピンクと緑を混ぜてます。ちなみにお腹が空いているので、お腹は鳴りそうです。いや、気持ち早く起きて配信早く終わって朝ごはんどっかで買おうかなと思ってたんですけど、普通に起きたのが全然早くなかった、ノーマル状態。でも最近これぐらいの時間に起きてるんですよ。ちょっともうちょっとかな、これぐらい、うん、8時半ぐらいに最近起きる。すごくない？あの橋本さんがって、いや本当にあの夜更かしをあんまりねしなくなっちゃった。プレゼントにコスメもらうの嬉しい。めっちゃね、私コスメプレゼント欲しいんですけど、私の所属がね DH しかなくて、そう、多分そのいろんな事務所に所属してるメンバーさんはもらえると思うんですけど、そう、私のところは化粧品が NG なんですよ。そうなの、だからいただけない、気持ちだけもらっとく。ありがとう。
日焼け止めを塗ってます、こちら。そうそうなの、事務所さんによっていい悪いが多分あって、私は AKB の事務所だけなので劇場でしかプレゼント受け付けてないんですけど、そう1万円以内とかいろいろと縛りがあって、そうでもすごいみんながいろんな方法でもう何なら送れるんだろうってかいくぐってくれた結果、あのメイクブラシはいただけることが分かりましたそう前にねファンの方からいただいて、そうみんながどうにかかいくぐってくれた、それこそ今使ってるチークのこのブラシとかももらったサッシーさんとか、ちょっといい筆もらいました、この間この間だいぶ前。いや何が違うのって感じだけどね、そんなメイクブラシでもまあね、おもろい。あちなみにアラーム切ったんで大丈夫です、もうなりません。肌つけるやんみたいな気持ちじゃん。下地昨日傘立てから傘抜けなくて、もうこの傘ハルピョンへの贈り物でって言ったら郡司さんに笑われた。あ、私も昨日ちゃんと傘持ってってたんで、ちょっと2本あったらちょっと電車の中で変な目で見られるかもしれないから大丈夫電車の中で変な目で見られるかもしれないから大丈夫。スポンジもいけるんですよね、そう前に言ってて、そう聞いて、もらったスポンジ劇場に置いてきた、やばい洗わなきゃ汚くなっちゃうのに最悪。そう今メイクしようと思って、こう昨日の荷物の中開けたら、えスポンジないと思って、そう昨日忙しかったっていうか本当時間がなくて、そうメイクしてそのままにしてたからスポンジ忘れてきた、もう悲しい。でも5日にまた出るんで、5日にちゃんと回収していきたいと思います。傘のプレゼントはさ、折りたたみしかされたことないな。ちゃんと普通の傘ってどうなんですかね。折りたたみ傘、日傘はいただいたことあります。そう使ってる、折りたたみ傘は使ってます、よく。なんかそれこそサイズとか規定ありそうないのかな。肌につけるもの NG だから、アクセサリー、あアクセサリーはね OK なんですよ、めっちゃいただく、嬉しいことに。やばい、波動の髪飾り決めなきゃ。え波動髪型何にしよう、波動めっちゃすごいセクシーなことしちゃった、ちょっとよくない。波動の髪飾り決めなきゃ。あお腹鳴っちゃった、メイクしよう一緒に。高い傘だとなくさない、そう言うよね。でももうなんか東京は怖いから、なんかいつどこで傘をなくしたり盗まれたりするかわからないじゃないですか。だからもうビニール傘、うん、なんかビニール傘使ってる人の意味がわからなかったんですけど昔はね。
そう、でもなんか分かるようになった。なんで大人ってビニール傘使うんだろうって、こうなんかさ、東京のウェザーニュースとか見てて思ってたんですよ。そう、全然あの傘気分上がんなくないみたいな言ってたんだけど、そういうことかと思って。日傘はビニール傘じゃないですよ、さすがに日傘はいただいた折りたたみ傘とかいただいたの使ってますけど、普通に日傘ビニール傘だったらそれ役あんのって思っちゃう。役立つ？思っちゃこれからお仕事だよ、お腹すいたよ。もうちょっと白ください。そう、3日なんか朝早いらしい。やばい、起きれないかも。ティちゃんとマイメロちゃん、これもどっちもいただきもの、うん、なんならパジャマもいただきもの、お腹すいた。配信終わったら食べますけど、水で空腹を紛らせてます。アップティーの CM さっき流れた。お、なんかアップティー、アップティーと関係ないか、関係あるっちゃ関係あるんですけど、この間なんかたまたま、まあツイッター見てたらひろゆきさんがなんか石川に行ってらっしゃって、それを見てたら、そうそう、アベマさんのなんかで石川行ってらっしゃって、それ見てたらアップティーの社長映ってて、社長、アップティーの会社の方映ってて、そうで、ひろゆきさんの、何、ひろゆきさんをお出迎えする能登里山空港のシーンで、なんかそこの多分方々がひろゆきさんのアップティー持ってて、アップティーよってなりました。そう、ほんとあの映像も共に見てほしい。なんか心がね、落ち着いてる時とかでいいんですけど。そう、とりあえず薄めのメイク、爪メイクで、爪メイクだけどクマは隠したい。そう、昨日劇場出る前に思った、え、クマやばくないって。そう、だから隠します。これももらったサッシーさんの、あ、間違えた、緑じゃないって、ここは。
オレンジ。クマさんはまずオレンジで塗ります。するとなぜか消えます。そうね、お肌ピカピカとやって、でその上から他の肌の色に合ったコンシーラーを塗ることで、これは私は YouTube を見て、ほんと今の時代ってマジでさ、時代だよね。 YouTube 見ればほんと基本的なメイクの仕方とか載ってんの、やばい神ほんとに。お、いい感じ。ここは消す消す消す消して消して消しまくる。OK。 ちょっとずつ取り入れてってます、メイクの仕方、うん、あ、キャップ落ちちゃった。薄めって聞くとね、眉毛とかもどこまでやっていいんだろうって思いますよね。これもあれで習った、 YouTube 見て、 YouTube だっけ忘れたけど、なんかコンシーラーでまず眉毛を消すんですよ。一回ヤンキーみたいに眉毛なくすの。ヤンキーって眉毛ないイメージ勝手にある。ごめん、マジ偏見かも。偏見かも。で、その上から乾かしてから眉毛のマスカラを塗ってあげると色が入りやすくなるんですよ、ありがたいことに。そう、でも YouTube で知りました。え、今何時？待って、時間なくない？待って、時間なくない？ちょっと待って、突然焦る女。9時にはメイク終わりたいよ。だって服も何も決めてないからね、今日。やばいって、それは。
え、今日って世の中休みですか？あ、違うか、今日頑張ったら4連休って言ってたか。じゃあ今日はあれなんだ。 OK。 いや、電車の混み具合。今日は世の中平日ね。 OK。 まあでも東京の人たちって普通に休むからな。うん、普通に有給使って休むからな。そのおかげでね、皆さん劇場来てくださっているんでありがとうございますって感じなんですけどそう、なんかニュースでよく言ってるじゃないですか、ここの日休めば10連勤ですみたいな。いやいや、その日に休むっていう感覚がねないのよと思って。そう、この日休めばとかっていうのないのよと思って。そう、あーすごいなーって、都会はやっぱ違うんだなーって思った。まあ東京の人が全員そうってわけじゃないと思うんですけど、代わりがいたら休みたい。え、でも代わりない仕事って嬉しくない？私代わりがない仕事が一番、あ、やってるなって実感あるんですよね。 AKB なんて本当に代わりがめちゃめちゃいるじゃないですか。そう、まあみんなからしたらハルピョンは代わりないよって言ってくれますよねみんなからしたらもう劇場だってハルピョンがいるから行くしいう人がきっと大半だと思うんですけど、ありがとうございます。はい、でも多分会社からしたら別に代わりはいくらでもいるじゃないですか。そう、劇場だって別に同じポジションのメンバーを出せばいいし、そう、会社からしたら代わりはいっぱいいるんですよ。でもそれこそ、そうだから、まあなんかちょっと寂しい気持ちにはなるんだけど、けどなんか多分それもあるかも。なんかやってみっちゃが楽しい理由、絶対に代わりは作れない。私だけのお仕事だから、やってみっちゃに関してはもう本当に。そう、本当に楽しい、うん、し、一番やっぱり、うん、一番、まあもちろん劇場も大好きだけど、こうやりがいを感じるというか、でできたものをみんなが見てくれて、これ好きだった、あれ好きだったって、そう言ってくれたりすると、あ、嬉しいってなります。そうだから、ほんと代わりがいないから休めないのは辛いと思う。わかる、わかるよ、それはめちゃめちゃ。うちらだって正直代わりはいるけど、でも劇場とかは私を見に来てくれてる人だから、みんな、そう、私を見に来てくれてる人たちがこう今日は集まってきてくれてるじゃないですか。
手会とかもハルピョンと握手したい人たちが今日わざわざ休みを取ったりとかしてこう来てくれてるってことじゃん。なんか光ってんだけど、ほっぺた取れた。そうだから変わりがない仕事の方が多分やりがいは感じるよね。賞味そう、それで言ったら多分私たちの活動って基本的に全部そうで、こうこのメンバーが今出ますよっていうのを言われてるからこそ代わりがそこでなくなるじゃないですか。ちょっと気持ち薄くしてます今メイク。気持ちいつもより薄いです。きっとこれは取れるので大丈夫。これぐらい薄いと。でラメものせないのせたいけどメイク先に終わりました。早い。待って、なんで私こんな喋ってるからだよねさっきまでずっとただ喋ってたもん。いやでもわかるよ、この仕事誰かが変わってくれたら楽なのになって思うよね。わかります。めっちゃわかる。私 AKB の中で一番すごく苦手なお仕事ってレッスンなんですよいやこれは全然全力で声大にして言える。誰にも迷惑か、誰にも、そうレッスンが一番苦手ですって言っても誰にも迷惑かけないじゃないですかだからレッスンが一番本当に苦手なお仕事で、そうそうなの本当に覚えれない。だ自主練とかしたらそっから覚えるようになるんですけど、そうだからそうレッスンでは覚えられないのよ。そうだから私はレッスンがすごく苦手で、それこそなんか、このメンバーこのポジションやったことあるじゃんとかよく思うけど、でもコンサートとか大好きだから、劇場とかもそう、そのために頑張ってるって感じ。そうレッスン苦手だけどコンサート劇場は大好きなんですよわがままわがままでしかないんですけど、ちょっとだけラーメン塗っていきます。ごめんなさい、これぐらいなら許して。目の下これぐらいなら許してくれるでしょ。薄い薄い。まつげめっちゃやりたい。まつげない今、やっちゃおう。だって薄めが分かんない。あと7分でまつげできるとこまでやります。そうレッスンが一番苦手なのアルピョン。そう先生たちもねめちゃめちゃ分かりやすく教えてくださるんですけどね、頭に入らないのよ、体に入らないのよ。本番までにはちゃんと頑張るけど、みんなすごいだからめっちゃ。
すいません、まつげめっちゃ真剣に作ってます。タバカン、あ、ついた。めっちゃついてる。下手っぴはびょ。よし。どうよ。ごめんって集中して。よし。で、こっからバサバサにしない。うん。ちょっと下まつげも。いいや。こっからバサバサにしない。これ置いてこ、メイク道具。別にもう下地は使わない、今日。ちょっとでも減らすために。お時間、ギリギリかな、あ、ギリギリ行ってきます。今から充電すんのやばい。できる限り髪の毛はまとめるとして、前髪だけやりますね。くしゃみ、リップが残ってメイク落としたんだけどな、昨日お風呂入って。ちゃんと落ちきってないです。服どうしよう、マジで。ちょっと待って、迷う。服今日って何度？今日って何度？今日何度？もうそんな、そんなあれか。もう髪はこうやってまとめます。はい、なので大丈夫です。もうそんな上がらないんだね、今日は。ね、日差し出てんのに上がらないってことは風が冷たかったりするのかなっていう感じなので、9時？せかさないで。ちょっとおでこだけパウダー塗ろう。前髪死にそう。ありがとう、時間教えてくれて優しい。
けど、焦ると前髪変になっちゃうから焦らない。寝癖、これ全部寝癖ですよ私の。このくるくるなんかこの感じ全部寝癖。でも髪の毛が長いからバレない。そう、長いことにもねメリットはあるんですよ実は。ドライヤー大変そうとか思うじゃん。でも寝癖がバレない。そう、もともと癖っ気な女なので。そう、やばい、9時には配信終わりたいって言ってもう9時2分。寝癖がすごいんですけど、もともとそれがバレないのでとても利点ではあります。よし、 OKあとは髪の毛をまとめたピンでまとめて完成。ランキング読みます。夜も配信すると思う、なのでよろしく。前髪ここ決まってない。 OK、 これはまとめる子たちだから大丈夫。あとでまとめる。とりあえず着替えろということで、今日もお仕事行ってきます。あ、そんな、なんかメイクでもラメ使ってないから今日は薄いです。お仕事行ってきます、頑張ります。それでは最後にランキングを読んで終わります。1位、北、うん、わかんない、読めない。撮影中の鉄道ネイトさん、2位ともゆきさん、3位一条寺ひかるさん、4位、ネバーストップアットキャン待ちでも最善いけたさん、5位マックメックさん、6位バージョン R さん、7位ディスクさん、8位高野さん、9位長月、5日の僕隊よろしくよろしく、10位マジカナバナナちゃん、11位コニタンイミズさん、12位ベベモンさん、13位袴越11633さん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。また夜配信多分やるんで、その時に会いましょう。それではお仕事行っていきたいと思います。またね、ありがとう。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで6604盛り上がりの皆さんに切ってきたいがお届けしちゃって、メキン出身アルピョンこと橋本アルナでした。それでは、はい、またいってらっしゃい、行ってきます、バイバイ、ありがとう。